させなきゃどうってことね。周囲を確認してくれ。
近くに何かあるかもしれない。そこにいるのね。宝箱が近くにあるようだよ。油断しない。早く送らないで。ケチラ。これどうだ。残りは。歌え。瞬撃。一刀両断。さあ、武装は切らず。行くぞ。逃がさない。これどうだ。スレイ、デゼルとは付き合い長いの？薬草があるな。逃がさない。行くぞ。瞬撃。
動きの速さが半端ないぞ。入手だな。範囲は広いです。神の力。それで押し止めできたら、その後はお任せします。私、氷魔になってたの？ごめんなさい、迷惑かけちゃったわね。うん、助けられてよかった。私はフォーシアよ。あらあら、洞石がこんなところに。大地の記憶、それ、もらえない？ええ、いいわよ。こんなものじゃ、お礼にもならないけど。そんなことないよ。ありがとう。まあまあ、欲のない同志様ね。お礼の代わりといってはなんだけど、加護を頼めないか。この近くのゴドジンという村なんだが。ゴドジン、火の試練神殿がある村ね。でも器はあるかしら。それは探すから。わかったわ。とりあえず村に行ってみるわね。
追放されたってことかな。軍や国から。戦争に負けたんじゃない？多分だけど。あんなに声援を受けてたのに、なんだかね。いなかったのかな、助けてくれる人。そんなものよ、人の世なんて。村長さん、起きて大丈夫なの？案ずるな青年、すべては丸く収まった。この同志マルフォの活躍によってな。同志よ、心配をおかけした。だがまだ気分が優れないのです。失礼。様子が変だよ、何かあったんじゃ。あのマルフォという男、村長を脅していたのよ。教皇の悪事を公表するぞって。なんで教皇って。マルフォは元司祭だ。それに教会が偽エリクシールのこと調べてるって。教えてもらえる？詳しい事情。なるほど、失踪した教皇が偽エリクシールを作ってたのね。けどそれは村のみんなのためなんだ。村長は偽エリクシールの販路と製法をマルフォに教えたわ。今後教会が石聖鉱を買い取ることを条件にね。どういうこと？脅迫に屈したんじゃなくて取引をしたんだね。そう、教会は全教皇の悪事を不問にする。その代わり偽エリクシールの販売もお手にする。マルフォは調停役として報酬と信用を獲得する。ゴド人は合法的な収入を得るってわけね。罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって正気の沙汰じゃない。残念ですがあり得ることです。お金が必要だものね、人の世は。あの、この村の加護は器、学校の建物にしようと思うんだけどどうかしら。いいの？教皇、いいえ、村長は自分の死期を悟っているみたいね。それは私の加護でもどうにもならない。だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ、彼の決意の結末を。ありがとう、フォーシアさん。どういたしまして。決意の結末。